もしあなたにとっての王が宇宙人だったら？ようこそ、ナビゲーターのルカです。ギルガメシュ叙事詩は古代メソポタミアの文学作品です。古代メソポタミアの伝説的な王ギルガメシュの活躍を王しく描いた作品として親しまれていますが、この作品の魅力はそれだけではありません。ギルガメシュ叙事詩は人間の歴史の謎を紐解く重要な手がかりとして世界各地で研究されているのです。研究の結果、謎の生命体という存在が明らかになりました。謎の生命体とは一体何でしょうか？どんな謎が隠されているのでしょうか？今回は謎の生命体が明らかにする驚愕の事実をお伝えしていきます。謎に包まれたギルガメシュ叙事詩。冒頭にもお話ししましたが、ここでギルガメシュ叙事詩とは何かを確認しましょう。ギルガメシュ叙事詩の主人公ギルガメシュはシュメール初期王朝の伝説的な王です。ギルガメシュ叙事詩というタイトルは近代の学者が名付けたもので、現代は深淵を覗き見た人、またはすべてを見たる人となっています。これは古来は作品の出だしの言葉をとって題名とする習わしがあったためです。ギルガメシュ叙事詩は12枚の書版からなっており、紀元前1300年から1200年頃にまとめられました。メソポタミア北部にある紀元前7世紀に設立されたアッシュール・バニパルの図書館から出土しました。粘土板にくさび型文字で記されているため、叙事詩の研究はまずその解読から始まりました。解読が始まったのは1861年のことです。しかし当時はあまり注目されず、ひっそりと行われていました。ところが1872年になって状況が変わります。ギルガメシュ叙事詩を解読していたイギリスの考古学者ジョージ・スミス氏が驚くべき発見をしました。なんと旧約聖書で描かれるノアの箱舟に登場する大洪水がギルガメシュ叙事詩にも記されているというのです。ヨーロッパでは旧約聖書が世界で最も古い物語であると信じられていました。ギルガメシュ叙事詩はそれよりも古いため、スミス氏の発見は研究者たちを驚かせました。これを機にギルガメシュ叙事詩に対する注目は一気に高まりました。解読も順調に進み、そのことで旧約聖書や世界各地の神話民話との比較もされるようになりました。スミス氏も同じように古代メソポタミアが残した遺跡の発掘調査を繰り返し行いました。すると叙事詩の一部だと思われる書版が次々と出てきました。サンプルの数が増えるたびに解読作業も進んでいきました。度重なる発見で高まってきたのは、ギルガメシュが物語上の人物ではなく史実の人物だったのではないかという可能性です。これを真剣に考える研究者たちが現れ、彼らはギルガメシュの実在性を研究するようになりました。ここからは実際に存在していたかもしれないギルガメシュ王の姿に迫っていきましょう。古代オリエントの英雄ギルガメシュ。ギルガメシュとは何者だったのでしょうか？ギルガメシュ叙事詩では古代メソポタミアで栄華を極めたシュメール初期王朝時代の英雄として描かれています。ウルク第一王朝の王ルガルバンダを父に、女神リマトニンスンを母に持っていました。ただの人間ではない両親を持っていたので、ギルガメシュその人も普通ではありませんでした。その体は3分の2が神であり、3分の1が人間であったといいます。実はこの数字には変な点があります。皆さんは気づかれたでしょうか？どこが変なのかは後ほど指摘しましょう。半神半人であったギルガメシュ、神をルーツに持っているからか、ギルガメシュ叙事詩には様々な神が登場します。メソポタミア神話における最高神アヌ、主神エンリル、知恵の神エンキからギルガメシュは知恵を授かりました。神々の祝福を受け、ギルガメシュは超人的な容姿、英知、武力を誇りました。ただ性格は人間的であったといいます。民がギルガメシュを暴君と恐れ、神に助けを求めたほどでした。神は民の助けを心に留め、エンキドゥという戦士を生み出してギルガメシュを抑制しようとしました。ところが
ギルガメシュとエンキドゥは唯一無二の親友として仲良くなります。ギルガメシュはエンキドゥと冒険に出かけ、数々の困難を乗り越えながら民から愛される立派な王へ成長していきました。このようにしてみると、ギルガメシュは物語の主人公としてとても魅力的です。そんな彼は一部の研究者が考えているように本当にいたのでしょうか。これを考える上で注目すべき点は、ギルガメシュが半神半人として描かれている点です。神と人間との間に生まれたギルガメシュは、神々から干渉を受ける場面が物語の中で描かれます。ここに人と神との関係性に関する謎を解く鍵が隠されていると言われています。ギルガメシュと神々との関係性とは何でしょうか。気になるその内容を見てみましょう。人と神とシュメール。まずギルガメシュが王の座に着いた時、ギルガメシュ女子誌によると、彼らに王権を授与したのは主神エンリルでした。王権神授説という説があります。王権は神から付与されたものであり、それゆえ王は神に対してのみ責任を負うという考え方です。ギルガメシュがエンリルから王権を授与したことからは、王権神授説とのつながりがあるようです。そのつながりを示唆するような証拠もあります。それはウルクの大敗です。シュメールの女神イナンナの神殿複合体跡で見つかった大型の杯で浮き彫りが施されています。紀元前3200年から紀元前3000年頃のものとみられ、物語の浮き彫り彫刻が施された作品の中では現存する最も古い作品の一つです。そのことから考古学者たちの注目も集めています。ウルクの大敗には神による王権授与が行われていたことが記されています。古代メソポタミアの王は神の代理人として土地を治めていました。まさに人と神をつなぐ存在であったのです。当時の王たちは地上に数多くの神殿を建設していました。これは天界と地上の仲介役として役割を果たしていることを証するためだったと考えられます。シュメール神話において、人は神々の身代わりとなって労働するために創造されました。神話の中では神々の意思に従っていれば人間は恩恵を受けることができると強調されています。その教訓を強く感じられるのはノアの箱舟です。神の教えに背いて堕落した人間は神の怒りに触れて大洪水に巻き込まれて滅ぼされてしまいました。一方、善良だったノアは家族と共に生きながらえました。他の文明でも王が人と神を仲介する役割を担っています。シュメールの王が特徴的であるのは、王が神格化されない点です。王は仲介役でありながら極めて人間に近い存在だとされています。国を統治している間は人間的であり、死後になって神格化されます。ギルガメシュも同じように、地上では人間の王として君臨し、天上に旅立つと冥界の神として信じられました。これを踏まえると、ギルガメシュの実在性に関して2つの仮説が立てられます。皆さんも一緒に考えてみましょう。ギルガメシュの実在をめぐる2つの仮説。1つ目は、ギルガメシュはやはり実在しなかったという仮説。冥王神が伝説化されたことでギルガメシュの物語が生まれたと考えます。ギルガメシュの祖先が英雄であったことから、祖先崇拝を広めるために物語として伝えられていったのではないかと言われています。この仮説の提唱者たちは、冥界神ギルガメシュを信じる人々が神を半神半人である地上の王に見立てたのではないかと言います。2つ目は、ギルガメシュは実在したという仮説。紀元前2600年頃に活躍し、死後に神格化されたと考えます。これはエンメバラゲシュという名の王の実在が確認されたことにより提唱されました。エンメバラゲシュはシュメール初期王朝時代の騎手第一王朝に君臨した伝説的な王です。考古学的には実在が確認されている最古の王です。ギルガメシュが叙事詩の中で一緒に登場することから、彼も確かに実在していたのではないかと考えられています。エンメバラケシュには息子アッカがいましたが、彼の物語ギルガメシュとアッカにもギルガメシュが登場しています。これはギルガメシュ叙事詩よりも前に完成された作品で、ギルガメシュの実在性を証明するものとして見られています。
物語は粘土板に記されており、騎手の王アッガとギルガメシュが戦ったことが書かれています。とはいえ、ギルガメシュとアッガはギルガメシュ叙事詩とは性格が異なります。戦記であって神話的要素がないのです。そのため史実をもとに作成されたのではないかと考えられています。ギルガメシュ王が実在していたことを直接的に証明する証拠はないものの、ギルガメシュとアッガのような文献を読めばギルガメシュが実在していた可能性は高まります。ギルガメシュの実在を確信する人々は、ギルガメシュが実在したことを示す証拠は他にもあると主張しています。それではその証拠を見てみましょう。ギルガメシュ実在の証拠。ギルガメシュ叙事詩では、ギルガメシュがウルクの城壁を築いたことが記されています。実は紀元前18世紀にウルクを治めた王は、かつてギルガメシュが築いた城壁を修復したと碑文に書いています。ウルクの城壁は今でも残っています。城壁に関する記述はギルガメシュが実在したことを示す重要な資料なのです。近年ではなんとギルガメシュの墓が見つかったとも噂されています。ギルガメシュ叙事詩によると、ギルガメシュのお墓はユーフラテス川の川底に沈められたといいます。これまでにも調査隊が入りましたが、決定的にこれだと断言できるような墓は見つかっていませんでした。さらに驚くべきことには、ギルガメシュのものとみられるミイラが発見されたといいます。かつてユーフラテス川が流れていたとされるイラクの砂漠でミイラが納められた墓が発見されたそうです。しかもその墓には2体のミイラが納められていました。1体はギルガメシュ、もう1体は古代の魔術師ヤロミールと見られています。ミイラを写した動画が公開されましたが、それらのミイラは生きた彫刻のようであるとして話題を呼びました。光沢のある肌は何かでコーティングされたように黒光りし、王冠や宝石も身につけていました。これらのミイラが本当にギルガメシュとヤロミールであれば、ギルガメシュ叙事詩は実話だと言えそうです。ところで皆さんはここまでお話ししてきたような発見がされてきたことをご存知だったでしょうか。2003年に発見されてからおよそ20年近く経ちましたが、それほど知られていないように感じられます。というのも2003年といえばイラク戦争が起こっていた時期であり、ちょうど重なっていたのです。しかも発見された2体のミイラはアメリカ軍が密かに持ち帰っていました。そしてそれ以上の情報が明らかにされても隠蔽されてしまったといいます。そのためイラク戦争は古代シュメールの遺産を回収するためにアメリカが起こした偽の戦争だったという人もいます。アメリカがミイラを隠したのは重大な秘密をつかんだからだと考えられています。実際にはどうなのでしょうか。ミイラの問題を考えるとき、考慮すべきはアメリカだけではないようです。不可思議な事実。ギルガメシュ叙事詩にはある不可思議な内容が書かれています。私は半身半人で、血の3分の2が神だ。父を人間に、母を女神に持つのであれば、ギルガメシュは人間と神のハーフであったということです。不思議なことに、ギルガメシュは自身には人間の血が3分の1流れ、神の血が3分の2流れているというのです。これは単なる書き間違いだったのでしょうか。人々はこれを間違いだと思って気に留めませんでした。しかし科学技術が発展したことによって記述の正しさが判明しました。一般的に父親と母親の DNA は半分ずつ引き継がれます。ところがミトコンドリア DNA では振る舞いが変わるのです。ミトコンドリア DNA を持つ子供は父親の DNA を1、母親の DNA を2の比率で受け継ぎます。私は半身半人で、血の3分の2が神だというギルガメシュは、彼がミトコンドリア DNA を持っているのであれば正しい発言をしているのです。ギルガメシュ叙事詩は遥か古代に書かれたにもかかわらず、この作者は現代において最先端の科学知識を持っていました。一体どこから遺伝子の仕組みに関する知識を得ていたのでしょうか。シュメール王名表と真実。ギルガメシュ叙事詩は古代宇宙人の存在を書いているという説があります。ギルガメシュと宇宙人との間につながりがあるということでしょうか。シュメール王朝を語るとき、
シュメール王名表は避けて通れません。シュメール王名表とは、古代メソポタミアにおける王権や王の在位年数を記した王名簿です。ギルガメシュの名前も神の名で載っています。王名簿が作られた頃には、ギルガメシュはすでに神格化されていたのでしょう。王名表で注目すべきは、驚異的に長い在位年数期間です。初代の王アルリムは28,800年、アラルンガルは36,000年、二人の王の在位年数は64,800年です。また、5つの都市には8人の王が在位し、彼らは合わせて241,200年間統治していたが、洪水がすべてを洗い流したという記述もあります。異様に長い在位年数期間から考えるに、彼らは人間ではなかったと思われます。大洪水後には、新たな王権が天から降りてきたそうです。天から降りてきた新たな王権、それは宇宙人だったのでしょうか。シュメール文明には宇宙人が関わっていたそうですから、その可能性も否定できないでしょう。先にお話ししたミイラについて、ミイラを持ち帰ったテキサスの地下基地がエイリアンに攻撃されたという情報があるため、ミイラはアヌンナキやネフィリムだと考える人々もいます。そうなると、地球外生命体がミイラを奪還しようとしたのかもしれません。やはりギルガメシュと宇宙人との間には何かつながりがあったのでしょう。神と人間の子ギルガメシュ、神の存在は地球外生命体による地球の支配を証明しているのかもしれません。謎に包まれたギルガメシュ王は今でも私たちを魅了しています。エジプト、ギザの大ピラミッドといえば、現在でも多くの謎に包まれています。ピラミッドを守るようにそびえ立つスフィンクスにも、摩訶不思議なミステリーが存在します。ようこそ、ナビゲーターのルカです。エジプトのギザに建設されたピラミッドは、古代エジプト第四王朝の王、クフ王の墓とされ、紀元前2500年頃に建造されたと言われていました。ところが、近年では12,500年前に建設されたと言われているのです。また、ギザの大スフィンクスは、紀元前2520年から紀元前2494年頃在位のファラオ・カフラ王によって建造されたと言われています。ところが、これらの定説を大きく覆す驚きの学説がいくつも存在しているのです。スフィンクスを作ったのは地球外生命体。1857年、フランスの考古学者が紀元前678年から525年に書かれたとされるインベントリステラを発掘しました。インベントリステラとは目録板碑のことで、そこには神をかたどった22の彫刻を保有していたイシス神殿やスフィンクスがピラミッドを建造したと言われるクフ王より以前に存在していたことが書かれていました。先述した通り、カフラ王はクフ王の後に存在した王です。では、一体誰がいつスフィンクスを建造したのでしょうか。2008年の国際会議で、ウクライナの研究者らが発表した論文では、スフィンクスの建造年代は80万年前だという説が提唱されました。科学的な分析による結論では、80万年前では文明どころか現世人類も存在しないために、地球外生命体による建造ではないかとの憶測を呼んでいます。また、ピラミッドに関しても、12,500年前に地球外生命体が建設したのではないかとも言われていて、古代エジプト文明に宇宙人が介入していたと考える研究者は世界中にいるのです。超有名霊能力者エドガー・ケイシーもスフィンクスの建造年代を紀元前1500年だとしていて、建造したのは古代アトランティス人だと語っているのです。また、コンピュータシミュレーションによって建造年代を割り出した作家のグラハム・ハンコックも1500年前の春分の日に獅子座の位置がちょうどスフィンクスの目線の先に出ることを突き止めています。ピラミッドエネルギー装置説。
ピラミッドは王墓説が一般的でしたが、ギザの大ピラミッドが王墓である証拠は見つかっていません。ピラミッドの内部の部屋は王の間などと称されてはいますが、これは便宜的に名付けられただけで、そこに王や女王の遺体があるわけではありません。王家の谷にある王墓は様々な装飾などが施されていますが、大ピラミッドの内部にはそれといった装飾がありません。ミイラも一体も見つかっていないのです。では一体ピラミッドは何のために作られたのか。ギザの大ピラミッドの内部には電気伝導率の高いドロマイトが使用されていて、外側には絶縁性の高い石灰石が使用されています。まるで内部に溜めた電気を外部に漏らさないよう、意図的に異なる種類の岩石を配置したかのように岩を使い分けているのです。またピラミッドの内部にはいくつかの通路が通っていますが、一説によるとその通路に使用されている花崗岩が放射能を帯びていて、そのことで通路内の空気が帯電しているとも言われています。さらに大ピラミッドがそびえ立つギザ大地はどういうわけなのか、地球の磁場が集中しているといいます。地球内部には地電流と呼ばれる電流が流れています。その要因となるのは地磁気の変動に伴う電磁誘導です。これがギザ大地では高いレベルで集中しているというのです。ドイツとロシアの研究チームがギザの大ピラミッド内部の部屋にも地磁気が集中していることを突き止めています。ウクライナの学者ボロディミール博士も、ピラミッドの頂点では電流が発生していて、バッテリーも自動的に充電されると主張しています。これはピラミッドが何らかのエネルギー装置として機能している可能性を示唆しています。またある研究者によると、地磁気が最も集中している場所はピラミッドの地下部分であるといいます。ギザの大ピラミッドが位置する場所にも関係があり、ピラミッドの座標が光の速さと一致し、高い天文学的知識を総動員して位置が計算されているのです。これらの計算し尽くされたピラミッドの建造で、地下には強大なエネルギーが蓄えられるようになっているといいます。こうしたエネルギーが集中していることから、ピラミッドは宇宙船が離着陸していたのではないかと考えられます。スフィンクスに隠し部屋。先に登場したエドガー・ケイシーがピラミッドに関するリーディングを行っています。彼は自分は古代エジプトの神官としてスフィンクスの建造に関わったと言っているのです。彼はスフィンクスの前足の下に隠された記録の部屋があると話しています。その記録の部屋にはかつての失われたアトランティスについても記録があるというのです。彼はそれと直接関わりがあったことを断言していました。そこで研究機関が記録の部屋についてスフィンクスの右前足の周辺8カ所に穴を開けて調査を進めていましたが、エジプト政府に阻止されてしまい、まだ見つかっていません。またアトランティス文明はエジプトの全盛期と同じ時代として考える説があります。彼はアトランティス文明にはクリスタルに閉じ込めた力から莫大なエネルギーを取り出し利用したり、原子エネルギー、空中移動、レーザー光などの高度なテクノロジーがあったと語っています。この進んだ文明技術によってピラミッドやスフィンクスが作られたとも考えられるのかもしれません。古代エジプトと火星。火星探査機マーズパスファインダーによって火星の大量な映像の中にギザ大地と似たような画像を発見しました。そこにはピラミッドとスフィンクスと似たような建造物があり、それが人工的に作られたように見えるのです。また火星に三連ピラミッドが見つかりました。ギザの大ピラミッドはオリオン座の三つ星の配列をそのまま模した配列で建造されているのは有名ですが、この火星のピラミッドの配列がギザの大ピラミッドと完全に一致しているのです。また火星の地上写真から古代エジプトの絵文字と思われるヒエログリフが刻まれた岩を発見しました。一方エジプトでは3000年前の古代エジプトのパピルス製絵画にスフィンクスの背中に着陸した UFO が描かれていたことが判明しています。このパピルスでは
確かにスフィンクスの背中に乗っている物体は円盤状でドーム状の構造物もあり、まばゆいばかりの光を発しています。その上、機体下部からは着陸用の足が3本も出ています。これは古代エジプト文明で使用されていたボートとは似ても似つきません。この絵は現代の私たちから見れば UFO としか言いようがないものです。そしてトトメス3世治世紀の紀元前1479年から紀元前1425年頃の文書テュリパピルスでは、22の年、冬の3つ目の月、6番目の時、命の家の書記官が炎のように燃え盛る奇妙な円盤が上空を飛んでいるのを発見した。数日後、これまでにないほど多くの円盤が上空にあった。夕食時を過ぎると、それらは南方に向かい、これまでになく高く飛び上がった。という内容の文章が書かれています。古代エジプト文明に地球外生命体が介入していた証拠ではないでしょうか。また、エジプト王の中に、宇宙人だったのではないかとされている人物がいます。エジプトの王の宇宙人説。アメンホテプ4世、別名アクエンアテンは古代エジプト第18王朝のファラオです。アメンホテプ4世は他のファラオのレリーフとは異なる表現がなされているのです。異様に伸びた頭と顔、細くて長い手足、でっぷりと出たお腹といった奇妙な姿なのです。アメンホテプ4世の頭蓋骨は CT スキャンされていて、頭蓋骨も後頭部が膨らんでいるのです。ある日、空から降りてきた何者かがアメンホテプ4世のもとを訪れ、この道を進め、私こそがお前の神だと言ったといいます。すると彼はそれまでの多神教から世界初の一神教への宗教改革に乗り出しました。彼が信仰したのはアテン神でした。アテン神は円盤状の姿で描かれ、その下方には光線を思わせる無数の手が伸びていて、擬人化されたエジプトの他の神々とは明らかに異質なのです。そこに描かれたアテン神を表す円盤の縁はくぼんでいて、まるで上から見た UFO を象徴しているように見えるのです。つまりアメンホテプ4世のアテン信仰はUFO を崇拝し、宇宙人を信仰していたのではないかとされています。人間離れした姿のアメンホテプ4世は地球外生命体との交配人だったとの説もささやかれています。1922年に王家の谷で発見された息子のツタンカーメンの頭蓋骨もアメンホテプ4世と同じように後頭部が長かったのです。ツタンカーメンも地球外生命体の DNA を持ち合わせていたのかもしれません。このようにいくつもの事実を掛け合わせると、地球外生命体との関係が浮き出てきます。実際にピラミッドの建設には、現在では失われてしまった科学技術が用いられているとされる説もあり、その科学技術をもたらしたのが地球外生命体だったと主張する説もあります。またアトランティス文明をもたらしたのが地球外生命体で、アトランティスの高度な技術を持つ人々がピラミッドやスフィンクスの建造に関わっていたことも考えられます。スフィンクスの足元の部屋の研究が進めば、それらは確かなことになるかもしれません。そこには人類の起源をめぐる真実が隠されているのです。古代文明に生きていた人たちは、何を見て、何を感じ、どのように文明を築いてきたのでしょうか。その興味は尽きることがありません。ようこそ、ナビゲーターのルカです。古代に栄えた文明では、宇宙との関係が取り沙汰されることが多々あります。高度な文明をどのように築いたのか、どのように繁栄したのかという疑問は後を絶ちません。古代文明の数々の神話や壁画などに、天から来る神の存在が記されています。その神が地球外生命体ではないかと囁かれています。マヤ文明では一体どうだったのでしょうか。マヤ文明。マヤ文明は紀元前1000年頃から16世紀頃まで、現在のメキシコのユカタン半島からベリーズ、グアテマラ、
ホンジュラスといった国々のあたりで栄えた文明です。4万から5万のマヤ文字を持ち、非常に優れた天文学や暦を用いていました。スペインに侵略される前の時代の先スペイン期に、南北アメリカ大陸で最も発展した文明の一つです。最盛期の8世紀頃には、1都市につき6万人から10万人もの人々がこの一帯でいくつもの王国を形成していました。その中でも宇宙と関係があるのではないかとされるものが発見されたのがパレンケ遺跡です。小高い山の中腹に開けたパレンケ遺跡で、1952年に碑文の神殿と呼ばれるピラミッド発掘調査で未洞窟の王の地下墳墓が発見されました。この最上部に残されていた石板には、王朝の歴史が620の象形文字の碑文にされています。王の地下墳墓とされたのは、1952年6月15日に考古学者のアルバートによって発見されたパレンケの石棺が発見されたことからです。石棺は縦3メートル、横 2.1 メートル、高さ 1.1 メートルもあり、重さは約5トンあります。見つかった石棺の中に、西暦615年から683年のパレンケの最盛期の王パカル王が埋葬されていたのです。パカル王は80歳で亡くなったとされ、亡くなってからピラミッドは完成したといいます。68年間にわたりパカル王の統治は続き、繁栄していました。パカル王の遺体には翡翠の仮面が装着されていました。翡翠とは新緑色の透明な宝石で、当時は金以上に価値が高かったと言われています。高級な翡翠が340個も使用されていて、他にも4個の貝殻、2個の黒曜石も使用されていました。そのような貴重な翡翠の仮面だけではなく、貴重な絵の石板も発見されました。一枚岩を彫って描かれた絵の石板、見つかった絵の石板は一枚岩を彫って絵が描かれています。パレンケ遺跡にはこういった絵の石板が他にも存在します。有名な石板は宇宙船と宇宙飛行士が描かれているという説のある絵です。絵の主人公はマヤの神聖文字で縁取られ、複雑な模様が描かれた中央あたりに少し丸まった形で奇妙な頭飾りをつけた男性です。これは石棺は王が昇天するための乗り物であり、レリーフはそれを操縦して出発する王の姿とされていました。描かれた男性が体を丸めた姿勢をとっているのが、宇宙飛行士が大気圏を脱するときにかかる重力に耐えるためにとる姿勢に見えるのです。乗り物のようなものも描かれており、乗り物の後部にはエンジンや排気筒に似た装置があり、最後尾からは炎を噴射しているように見えます。スイスの宇宙考古学者のエーリッヒがこの図柄について、この人物はロケットに乗った宇宙飛行士だ、果たして素朴な想像力の産物だろうかと述べて、古代宇宙飛行施設としてレリーフが有名になりました。ですがこの絵の石板、私たちは今まで横向きで見ていたのですが、実は縦に見るのが正しいようなのです。石棺のある墓室の入り口から見た石棺の置き方がそもそも縦なのです。縦に見ると四分交差の支配者の気象に腰掛けている人物は石棺の中に埋葬されていたパカル王です。このことは碑文の解読によって明らかになったことです。レリーフで丸まった姿勢をとっているのは、夕日とともに地下世界に下ってそこで新たに生まれ変わるという考え方からです。マヤ文明では死者の世界である地下、神々と祖先のいる天上、その中間である我々人間のいる地上という3つの並行した世界という概念があったのです。横に見ていた時にロケットの炎のように見えたものは、地下世界の守護者である地の怪物が大きく口を開けてパカル王を飲み込もうとしている場面を絵にしたものです。続いてロケットのように見える部分は縦にすることで十字架であることがわかります。この十字架は他の神殿のレリーフでも中心に描かれています。生命の木と呼ばれるトウモロコシを様式化したものです。一方でこの生命の木に絡んで垂れているのは相当の蛇で、頂上、つまり生命の木の頭に止まっているのは
マヤ文明の神で聖なる鳥、ケツァルコアトルです。この鳥は天上の世界を表していて、他の神殿のレリーフにも、このパカル王のものと同じように、生命の木の頂上に止まっている姿が描かれています。ケツァルコアトルの元になったのは、ケツァールという鳥で、かつてマヤ文明が栄えたグアテマラでは国鳥となっています。このレリーフに描かれているパカル王は、死に際して地下世界と天上世界の間で宙吊りになっている状態を表しているというのです。ですが、今にも地の怪物に飲み込まれそうになっているのに、パカル王は天に向かって伸びている生命の木と、その頂上に止まる神とされる聖なる鳥を見つめています。このレリーフには、希望と再生の意味が記されているのではないでしょうか。これは古代宇宙飛行施設では決してわからなかったことです。このレリーフが宇宙飛行士ではないとしても、マヤ文明にはまだ宇宙とのつながりがあります。驚くべき天文技術。古代における最も高度な暦として広く知られているマヤの暦ですが、マヤの人々は古代で一番正確な暦を持っていました。マヤの人々は太陽系の星を読んだだけではなく、オリオン座やシリウスの正確な位置、さらに遠い星々までも観測していました。マヤの人々の持つ極めて高い能力の一つが天文学の知識です。天文現象や星座の動きから日食や月食を予測することもできました。非常に高度な天文知識と技術があったのです。望遠鏡もなく、金属も持たない人々が、これまでに前例のない方法で、天文現象がいつ起こるかを予測することができたのです。では、マヤの人々はなぜこれほどまでに正確な暦を作れたのでしょうか。作家のフィリップ・コパンスは、宇宙に関する知識は星から与えられた、つまり地球外生命体によってもたらされた、と述べています。古代マヤの創世神話には、オリオンの三つ星の南に生命が生まれた場所があると語られています。そして、紀元前112年に、そこから人類の祖先が地球にやってきたとされているのです。紀元前112年は、神が地上に降り立ったとされている年でもあります。そのようなことから、マヤの人々に知識を授けたのが、地球外生命体なのではないかとも言われています。地球外生命体が古代に地球を訪れ、それがマヤ文明の礎を築き、繁栄をもたらしたのかもしれません。また、地球の終幕説も、マヤの暦によって知れ渡りました。このように、私たちには理解のできない技術を、マヤの人々は持っていたのです。また、土木を運ぶために欠かせない車輪の活用や、家畜の飼育をしていなかったのにもかかわらず、チチェン・イッツァーやピラミッドなど、芸術的な建築物をいくつも作り上げているのです。さらにマヤ文明では、独自に作られたマヤ文字と呼ばれる絵文字が使われていました。主に石碑や樹皮、建築物に記されていて、マヤの人々が使っていた絵文字は、実に4万種類を超えると言われています。このように、当時では想像もできないほど発達していながらも、滅びてしまったマヤ文明は、謎を多く残した文明なのです。現在そのマヤ文字は、どんどん解読されています。それによって、レリーフに書いてある絵の意味が分かったのです。今後も解読が進めば、また新たなマヤの歴史が見えてきます。マヤには、まだまだ宇宙とのつながりのある遺跡も存在しているのかもしれません。マヤは研究者たちにとっても、非常に研究のやりがいを感じさせるそうです。謎が一つ一つ解き明かされることで、私たちの知らない歴史のページの新たな幕開けになるかもしれません。最近、エジプトで2500年前の木簡が100基以上発見されたのをご存知でしょうか。人知れず地中に眠っていた、一度も日の目を見ることなく、完全に封印されていた木簡です。その木簡が開かれることにより、新たな歴史の1ページも開かれるのです。こんにちは、ナビゲーターのルカです。エジプトの首都カイロの南、30キロほど離れた砂漠の中に、死者の町、ネクロポリスと呼ばれるサッカラという都市があります。古代エジプトにおいては埋葬地であり、
古代王都の人々は何千年もの間、ここの地下に埋葬されてきました。サッカラには世界最古とされるピラミッドも存在しています。最初で最古のサッカラピラミッド。紀元前2700年頃にエジプト第三王朝のファラオ、ジェセル王が神官のイムホテプに命じて作られたとされる階段ピラミッドです。階段ピラミッドはその名の通り階段状になっています。段数は6段、高さ62メートル、東西は125メートル、南北は109メートルあり、底面は長方形の建造物です。かつては東西に277メートル、南北に545メートルの長方形の周壁に囲まれていました。階段ピラミッドの地下28メートルには地下室が掘られていて、玄室などが作られています。イムホテプはピラミッドの周辺にヘドセド祭殿や王宮、総祭殿、神殿ピラミッドなどの建造物を同時に建造し、それらをまとめてピラミッドコンプレックスと呼びます。ジェセル王の階段ピラミッドはピラミッドコンプレックスとしての作りが明確に残っていて、各建物の修復もかなり進んでいるそうです。ギザのピラミッドより100年以上古く、その建築方式や宗教理念など、後世のエジプトに大きな影響を与えたと言われています。階段ピラミッドは古代メソポタミアのジックラトや中南米のマヤ文明やアステカ文明にも見られます。ピラミッドの建設者、イムホテプの謎。イムホテプが登場したのは紀元前2600年頃のエジプト第三王朝の時代です。王族の出身でもないイムホテプはまさに彗星のごとく現れたと言われています。太陽神ラーの神官となり、ジェセル王の宰相としても活躍し、建築、設計、土木、医学などの分野に精通していたのです。ピラミッドの建造も、それまでの王墓などには日干しレンガが使われていましたが、切り出した石材を積み重ねる方法を使い、巨大ピラミッドの建造が可能になりました。では、どうしてそのような知恵と知識を持ち合わせていたのでしょうか。彼が突然現れたことと、イムホテプの持っていた知識、技術などを考えると、シュメール人と関わりがあるのではないでしょうか。イムホテプは、ジェセル王から水不足による深刻な飢饉の救済を求められ、ナイル川を氾濫させる方法を説いたという記録が残されています。シュメールは、チグリス川とユーフラテス川という大河に挟まれた地域で、治水の知識を持っていたとしてもおかしくありません。また、シュメール人たちも突如として現れ、高度な文明を築き、突如として歴史上から消えたのです。古代エジプトの遺跡には、シーマンという伝説の生物が描かれていて、その生物がイムホテプに知恵を授けたとも言われています。シュメール人も地球外から来る神存在によって、文明の発展がもたらされたと言われています。イムホテプが太陽の神官となり、持っていた知識、技術は、シュメールのそれらを継承したものではないのでしょうか。真実は分かりませんが、イムホテプという突如として現れた賢人が存在したことは確かです。サッカラで発見された棺。階段ピラミッド、イムホテプなどが存在するサッカラでは、昨年2500年前に埋葬されたとみられる木棺が100基以上も発見されました。エジプトの観光考古省は、木棺の保存状態も良く、未洞窟だとし、発見現場の近くで報道陣に公開しています。ネクロポリスと呼ばれるサッカラでは、貴族から労働階級の市民までが埋葬されているとしていました。その木棺は、階段ピラミッドに近い丘陵地帯で発見されました。エジプトの発掘チームが2017年から進めている調査で、深さ10から12メートルの穴が見つかり、その中に積み重ねられた状態で100基以上の木棺が収められていたといいます。また以前にも木棺が発見されたばかりです。古代エジプトの棺といえば石棺のイメージがありますが、今回発見された棺は木棺で、棺は完璧に密閉されていました。木棺の表面に施された絵柄の色も識別できるほどなのです。赤や緑で模様や古代神などが描かれていて、色鮮やかなものばかりです。その木棺の封印が解かれると、中から布にくるまれたミイラが姿を現しました。発掘調査を行った考古学者は、未洞窟のため保存状態が極めていい。
エジプト美術が開花した時代の木簡で美しい絵が描かれているのも特徴だと話しています。サッカラでは2018年にも神官のものとみられる墓が発掘されています。エジプト王朝末期の第26王朝、紀元前664年から紀元前525年当時はサッカラは聖地とされていて、多くの聖職者らが埋葬先として希望していたとみられています。サッカラには古代神セケルの彫刻28体や猫やワニのミイラも発見されています。また今年の1月に新たな発見がされています。女王の葬祭殿と全長4メートルの死者の書、エジプト第6王朝の初代ファラオであるテティ王の妻ニアリット女王の埋葬殿が発見されました。4200年以上前の統治者であるテティ王のような王族は妻たちと共にピラミッドに埋葬されます。1月17日にエジプト考古省はテティ王とその妻たちが埋葬されているピラミッドの付近でニアリット女王という名前が刻まれた壁がある葬儀用の神殿が発掘されたと発表しました。ニアリット女王の埋葬殿の付近ではテティ王と女王への供物が納められた3棟のレンガ造りの倉庫と52の埋葬用の縦穴も見つかっています。そこには少なくとも3000年以上前のものである50以上もの木製の棺が発見されました。この棺はエジプト第6王朝の時代ではなく、紀元前1570年から紀元前1070年頃のエジプト新王国時代に埋葬されたものでした。3000年以上前の棺が発見されたのは初めてのことで、これらは現在までにサッカラで発見された最古の棺よりも約500年古いものなのです。埋葬されていた棺はファラオの近くに埋葬されることを望んだテティ王の崇拝者だとみられていて、新王国時代におけるテティ王崇拝の重要性を強調する発見だといいます。また棺の周囲では冥界の神であるアヌビス神を祀る神社や副葬品としての葬祭用のマスク、聖堂の斧、ボードゲームや死者に課せられる労働を代行するために作られたシャプティという人形なども発見されました。ボードゲームの中にはセネットと呼ばれるチェスのようなゲームもあり、これに勝てば死後の世界に行けると信じられていたのです。またある縦穴からは全長4メートル、幅90メートルものパピルスの巻物も発見されました。この巻物には死者の書の第17章が含まれ、肉体を離れた死者の魂が死後の楽園にたどり着くまでの過程を説明した書であり、古代エジプトでは死者と共に埋葬されていました。エジプトの考古省は声明で、今回の発見によりサッカラは末期王朝時代だけでなく新王国時代にも埋葬に使用されたことが分かりました。この発見はサッカラの歴史、具体的には約3000年前に始まった新王国時代の歴史を書き直しますと述べています。考古学者はサッカラでの発見はまだ 1% にも満たないというものがいます。サッカラでの新たな発見は今後も続いていくでしょう。そして私たちが今まで見ることのできなかったエジプトの大事な歴史があらわになるのです。そして現在も解明できていない様々な謎が憶測ではなく現実のものとして蘇るのです。それを解く鍵を見つけるべき時はもうすぐそこまでやってきているのかもしれません。もしも歴史の教科書を開いた時に写真に写っている歴史上の人物が口を開いて、この歴史は嘘だよと喋ったら、ようこそナビゲーターのルカです。私たちはどこからやってきたのか、その疑問を抱いている人は少なくないでしょう。自分のルーツを探求する人々は先祖がどこの出身で何をしていたのかを熱心に調べます。それは決して優しい作業ではありません。ルーツを探求する単位が個人ではなく人類であればなおさらです。人類は一体どこからやってきたのか、この問いにすぐ答えられる人はいないでしょう。しかし人類のルーツを知りたいと思う人々はたくさんいるでしょう。今回は
人類史をめぐる驚きの話をご紹介します。なんと人類の歴史は歪曲されていたというのです。誰が何の目的で歪曲したのでしょうか。全生物のルーツである化石。46億年前、地球は何もない状態でした。太陽風が弱くなると同時に地表の温度が低下し、地殻が形成されて火山が噴火し、二酸化炭素とアンモニアが大量に放出され、44億年前になってやっと最初の岩石鉱物が現れたとされています。アフリカ南西部ナミビアからは海面上の微細な化石が見つかっています。その化石はオタビア・アンティクアと名付けられました。7億6000万年前の化石から発見され、これまで発見された動物の中で最も古く、進化の系譜でも最古の原種だと考えられています。これまでは恒星生物が一番古いと考えられていました。恒星生物は細胞が組織と器官に分化した多細胞動物全般を指します。オタビア・アンティクアと同様に海面上の原始的な体を持ち、およそ6億5000万年前に生きていました。オタビア・アンティクアがどれくらい小さいかは、イギリスにあるセント・アンドリュース大学の地質学者アンソニー・プレイブ氏が説明しています。プレイブ氏はオタビア・アンティクアの研究を率いた学者です。化石の大きさは砂粒くらいに小さいものの、とても多く存在していた。実際に該当の岩石の白片を調べれば何千もの標本が見つかるだろう。つまりこの生物は個体数が非常に多かった可能性があるそうです。プレイブ氏は新しい化石が発見された場所から考えて、オタビアは湖や浅瀬など穏やかな水域に生息していたという仮説を立てています。藻やバクテリアを食べていたそうです。環状の体に開いた穴から中心部へ食物を取り込み、そこで消化して体細胞に直接吸収していました。このように単純な仕組みを持っていたからか、オタビアは少なくとも2回の全地球凍結を生き抜いていたようです。全地球凍結はスノーボールアースとも呼ばれています。赤道付近も含め地球全体が完全に氷床や海水に覆われた状態を指しています。その厳しい寒冷期にもオタビアはほとんど進化せずに、少なくとも約2億年生き続けたのでした。プレイブ氏はこれはオタビアが存続性を備えていたからだと考えています。オタビア化石の最も古い年代と最も新しい年代の標本はいずれも卵管に似た同じ形で、外に通じる大きな開口部を持っていると説明しています。スノーボールアースを生きたオタビア・アンティクア、すべての生物はこの小さな海面上の多細胞型生物から始まりました。恐竜も人間も祖先をずっとたどっていけばこの生物に行き着くだろうと言われています。人類の祖先はアウストラロピテクスやクロマニオンなどというレベルにとどまらず、オタビア・アンティクアが大祖先にあたるということです。気の遠くなるほど大昔のことなので実感は湧かないかもしれません。それでも根気強く祖先をたどっていくと、オタビアに出会う可能性はありえます。アメリカ大陸発見の真相。人類が誕生してから何十億年という月日が流れました。これからは人種誕生のルーツを探っていきましょう。古代研究者のシャーロット・ハリス・リースにはやはり博士である父ヘンドン・ハリス・ジュニアがいます。ヘンドン・ハリス・ジュニア博士はアメリカ大陸の最初の発見者について一般的でない意見を主張していました。彼はコロンブスではなく古代の中国人がアメリカ大陸に渡っていたと考えていました。博士の意見が世の中に広まる前に彼は1981年に亡くなってしまいました。そんな彼は古地図を収集していました。古地図コレクションはベッド下の箱の中に収められたまま忘れ去られていました。しばらく経ってシャーロットは父親が収集していたコレクションからアジアで制作された古い地図を見つけました。どうやらその地図は4000年前に中国で制作された世界地図でした。驚くことにアメリカ大陸の海岸線がはっきりと精巧に描かれていました。
シャーロットは古代の中国人が船でアメリカに到達していたのは間違いないと確信しました。つまり、アメリカ大陸が最初に発見されたのは、1492年にコロンブスが到達した時ではなかったのです。シャーロットは亡き父の説を立証しようと立ち上がりました。2003年には弟と共に米国議会図書館を訪れて地図を徹底的に調査しようと試みています。また著書「古代世界への秘密の地図」を出版しています。この本にはアメリカ大陸中国人発見説の裏付けとなる証拠が数多く挙げられています。その中にはアジア人とネイティブアメリカンだけが持っている遺伝標識や DNA 検査の結果が含まれています。シャーロットは DNA 検査がアメリカ大陸中国人発見説を立証するのに十分値すると考えています。DNA サンプルは移民の歴史全体を示しているというのです。アメリカ大陸中国人発見説を支持するような意見はヘンドン・ハリス・ジュニア博士とシャーロット・ハリス・リースだけが唱えているのではありません。イギリス海軍少佐のギャビン・メンジーズは明代の武将かつ朝貢外交と貿易の航海責任者である鄭和が発見者だと考えています。鄭和は船団の分隊を率いながら15世紀初頭にアフリカ大陸東岸に到達していたと述べています。もしそれが事実ならアメリカ大陸にはコロンブスより70年から80年ほど前に到達していたことになります。これほどの意見があるにもかかわらず、なぜアメリカ大陸発見に関して見直しはされないのでしょうか。しかし考古学の世界においてその誤りを訂正する作業は容易ではありません。考古学の修正は人類史の修正にもなるからです。ある事柄が修正されれば民族間で紛争が勃発したり権力争いが深刻化したりする恐れもあります。そのため考古学の修正にはどうしても慎重にならざるを得ません。古代の中国人がアメリカ大陸を最初に発見していたというのもある者たちにとっては都合の悪いことです。そのためそれが真実だと証明する証拠が発見されても公にはされないのかもしれません。グランドキャニオンにあった未知の文明。グランドキャニオンは世界遺産に登録されている峡谷です。古代の環境を現代に見せているかのような絶景地です。そんなグランドキャニオンはその峡谷の地下のどこかに未知の高度な古代文明の痕跡が残っているのではないかと噂されていました。噂の発端は1909年4月5日付のアリゾナガジェット紙の記事にあるようです。記事によるとスミソニアン協会が助成したとされる S.A. ジョーダンと G.E. キンケイドという2人の考古学者が実際に文明の痕跡を発見したと言われています。考古学者たちの説明によると、彼らは小型船に乗ってコロラド川を下っていました。すると、エルトバークリスタルキャニオンから東の壁の上に洞窟を見つけました。洞窟の入り口はグランドキャニオンの切り立った崖の450メートル下にありました。入り口は人目につかない閉ざされたエリアにあるので、すぐには気がつかないかもしれません。入り口の先には、人の手で作られたような入り組んだトンネルが続いていました。トンネルを抜けると楕円形の入り口を備えた部屋が無数にありました。洞窟の内部には5万人が生活できそうな居住空間が広がっていたそうです。洞窟内の各所からは工芸品や穀物庫、象形文字の刻まれた石や石板、さらにはおびただしい数のミイラまでもが発見されました。居住空間の他にも洞窟内には大きな寺院が建設されていました。その寺院には鉄製器具や武器から飾り壺、像や瓶といった遺構や遺物が大量に残されていました。不思議なことにそれらの遺物は東洋文化で見られるものでした。考古学者たちはこれは未知の文明の遺物であると考えています。ですがこの噂は当のスミソニアン協会が否定しています。グランドキャニオンで東洋文化が栄えたことを示す資料も物的証拠もありません。キンケイド教授はスミソニアン協会に遺物を運び込んだと主張していますが、現場から回収された痕跡と遺構の写真はありません。何より考古学者たちに関する記録はなく、
その存在は架空とされています。ただ伝えられる話は興味深いものです。シャーロット・ハリス・リースが見つけた古地図を思い出してみましょう。もし古代の中国人がアメリカ大陸を発見していて、彼らの文化をグランドキャニオンに持ち込んでいたならば、すべては辻褄が合うように思えないでしょうか。アメリカ先住民の DNA。 ドイツにマックス・プランク進化人類学研究所が設立されています。ここの研究チームは現代のアジア人とアメリカ先住民について化石の DNA 分析を行いました。この化石は北京郊外のティエンユエンドンで2003年に発掘された足の骨です。そして核 DNA とミトコンドリアの DNA を取り出し、この足の持ち主の遺伝子データを再構築しました。するとこの足の持ち主が生きていた時代が見えてきました。論文によるとこの持ち主は重要な進化的移行期に生きていた。ネアンデルタール人やデニソワ人といったその後絶滅した種に初期の原生人類が取って代わっている最中だったということでした。骨の遺伝子を分析すると、足の持ち主は現代のアジア人とアメリカ先住民に似ていたようでした。またネアンデルタール人とデニソワ人の持つ要素が DNA に占める割合は、その地域に住む原生人類とほとんど同じだということが分かりました。一方で彼らは現代の欧州人の祖先にあたる人々からは遺伝子的に分岐していました。研究チームはこの初期の原生人類が現代の人類と遺伝子的につながっているのかについて、まだ詳細は判明していないとしています。しかし少なくとも現代のアジア人とアメリカ先住民が4万年前の中国にいた人々の子孫であることを突き止めました。この研究からアメリカと古代中国の設定を調べると、人類の歴史の真実が見えてくるかもしれません。歴史は当時の世界において圧倒的勢力を持っていた民族によって描かれてきました。この研究で分かった結果は、これまでの歴史にとって都合の悪いことかもしれません。アメリカ先住民の起源が中国にあることは認めたくないことかもしれません。しかし人類の歴史は歪曲されていたことを認めざるを得なくなるのは確かでしょう。私たちはそれに目を向けて、本当の歴史とは何かを考える必要があるのですね。